サカナテラス DK 社長です。今日はね、日本でここにしかないレトロ自販機の聖地、ドライブインだるまさんの撮影をさせていただこうと思います。これ開いとるもんなんか、この自動ドアは。早速自販機たちのお目見えです。これなんですよ、麺類の自販機です。しかもね、ラーメン、きつねうどん、天ぷらうどんと3台もここ1箇所に集結してるというね、すごい光景なんですよ。コインを入れて27秒でできるっていうことがすごいな。これ300円入れます。さあどうなるんや。んここか。おっ、来た。おっ、1回これお湯で容器を温めてくれるんや。これすごっ。あ、スープ入った。ちょっと待って、麺いつ入ったん。